今回テーマが、サクセスエイジングなので、やはり人々をこう幸せにするためにエネルギーですとかパワーを与えたいということもあり、畳の香りを嗅ぎながら心地よく振動する畳を作ってはどうかということをみんなで考えました。畳に対する思いとか作る技術っていうのは極めていこうというふうに思ってるんですけど、どうしても視野が狭くなってますので、もっと広い視野でですね、見ていただきたいというふうに考えています。いつもそのコーヒーの香りを嗅ぐときにふわっと香る瞬間っていうのが気になっていたんですけれども、私がもともと舞踊をやっていたというのがあって、その舞踊の美しい呼吸法とその香りっていうのを組み合わせられないかなというので、この作品を考えることになりました。自分の踊りに香りをこう付け足していくっていうのは楽しいかなと思って。少し変わった動きをする時計を作りました。鏡で自分を見ている時だけ針のスピードがゆっくりになるというものです。鏡を使って自分を見つめるという行為が自分のエイジングにとってどういう働きになってくるのかというところを考えるきっかけになっていただければと思い、今回作品を作りました。資生堂って聞くと化粧品のイメージがすごく強いと思うんですけれども、それ以外の活動に関しての本当にその力を入れていらっしゃるんだなということを感じます。私たち人々が美しくなるために何をするかっていうのを常に考えてるんですけれども、やっぱりその中で自分たちだけで考えることが狭くて、こうなんか人々に何かをしたいっていう思いって全く違う、業界で働いていらっしゃる方もいろんな形で持ってる人たちがいて、で私たちももう一度本当に世の中の人に何ができるかっていうのをゼロベースで考えていく機会になるなと思いました。